久保さん、確かに女性は有利ですよね。まあ僕がたまに見るのがありまして、まあピアノを弾いてるだけなんですけど、やたらおっぱいがでかくてですね、あのおっぱいを見ながらピアノを弾くっていう、う韓国の人は結構これバズってて、バズっててはチャンネル登録もすごいんですけど、確か100万人超えてるかな、今。すごいんですよ。で、まあ同じようなね、匠のやつもいっぱい出てきてるんですけど、 うん、すごいですよねあそうあとね久保さんあとあのあのおじさんが変装しておっぱいを見せてやってたんですよでめっちゃ再生数チャンネル登録あって最後ネタバラシでおっさんだったっていうねこれですごかったっすねおまさかのおっさんかみたいなねえ 普通のおじさん、おっさんっていう <laughs>。何なんでしょうね、人っていうのはね。そうお。おっさんなのに、おっさんなんですよ。だけど、おっぱいに反応するっていうね。<laughs> でも、おっさんみたいなね <laughs>。そう。な,なんか、こう、なんかこういう入れてたんですよね。うん。まあ、いろんな動画ありますよね。まあ、今回はね、あの、自分の武器を、 あの、使いましょうって話ですね。まあ、手持ちのカードって言ってもいいんですけど、武器にしましょうか。この前、小野沢さん武器って言ってたんで。<laughs> まあ、6番長者合宿でね、久保さんがね、手持ちのカードをまず使いましょうって話をね、これはいい話だったんですけど、まあ、自分の武器を使うっていうのは何かっていうと、自分の武器を、まあ、探す。まあ、手持ちのカードも一緒ですけどね、武器なのか、カードなのかだけで、あのー、 要は、例えばね、えー、自分の武器、まあさっきね、じゃあおっぱいが少し大きかったら、おっぱいが大きいっていう武器があるじゃないですか。じゃあ今度逆説なんですけど、貧乳っていうカテゴリーもあるわけですよ。ね、じゃあおっぱいが小さかったら小さいで、あのー、それが武器になるわけですよ。でも、多くの人はおっぱいが小さいと武器にならないと思うんですよね。だからここがって結構重要で、例えば、 テレビ企画でも貧乏がある1万円生活とかねあったりとかあとは今 YouTube でもね、えー、そ,のそういう系のね、えー、チャンネルいっぱいあるんですけど再生数も持ってるんですよどういうことかっていうとお金が持ってないからではなく逆にお金がないからアクセスが集められるっていうねわかりますなんでその 自分には何もないではなく何もないから何もないものが武器になったりするわけですよ。でもその武器になるかどうかは実際その武器を使ってみないとそれが武器になり得るかわからないってことですね。わかりますここは大事です。 武器を見つけましたこれ武器なんじゃないかなと思ったんだけどもでも使ってみないとそれが武器になるかわからないですしじゃあすぐ即効性の武器なのかそれとも中長期の武器なのかそれもわかんないですよまあだから情報発信においてまあ分かりやすく言うならばじゃあその貧乏生活の1本動画公開したしてもうまくはいかなかったけども定期的に更新していることによってバズっていくっていうわかりますだからこれは どこで答え、どこで、うん、ジャッジメントするかですね。1ヶ月なのか、半年なのか、1年なのか、3年なのか、それはデッドラインってやつですね。締め切り。いつまでに結果が出なければ、まあ、退場するっていう。だから、ここを決めとけばいいんじゃないかなと思いますね。うん。いつまでっていう。僕の熟成さんで、あやさんっていう人いてるんですけど、この人も、もともとバンドマン、ずっとバンドやってて、 で、その後そのブあの、ネットビジネス入ってきたわけですよ。で、ブログアフリエートですね。サイトアフリエートをやったんですけど、その時に、まあ、あやさんが言ってたのが、まあ、1年やってダメだったら、ああ働こうみたいな。違うことやろうみたいな。だ一1年っていうデッドラインを作って、1年間集中してやったと。で、その結果、結果的に、まあ、月収100万までいってるんですけど、まあ、今もっと上ですけどね。うん。あその自分のデッドラインですよね。 僕がおすすめするデッドラインっていうのは、まあ最低、まあもう人にもよりますけど、まあ1年ぐらいはあの猶予はあった方がいいと思いますね。とにかく1年間ぐらいは、だって80年ぐらい生きていく中でたった1年ですよ。で、これ、これ頑張れないんだったら人生変えられないと思うんですよね。でも多くの人って今変えたいんですよ。今変えたいから1年っていうと長いなとかね。だからこれはどこで見るかですね。人生80年。 人生100年と仮定した時に1、たった1年頑張ればいいだけなのかって考えるのか、うん、そんなに1年もみたいなね。いや、俺1年も余裕ないよと。今すぐ何かお金儲かる方法ないのか。そんな悠長なこと言ってられないですよ。今、今お金が欲しいんですよと。うん。って思う人は多分1年我慢できないでしょうね。できないでしょうね。うん。 で僕,の結果あ僕のデータバンクですね、いろんなお客さんのデータを見る中で、結局それを追い続けてきた人っていうのは、結局時間がかかってるっていう。要は、今自分にできることを探し続けるという時間がかかるわけじゃないですか。わかりますこれ探し続けてるんで、やってないんですよ。でも、1つを決めて1年間やったら、1年間やってる時間にか換算されるんですね。でもこれ探してると、探してる時間でしかないので、やってる時間には加算されないんですよ。 これ,これはミソで、多くの人は探し続けてるっていうね。で、結局、10年、何もね。だから今、久保さん、アンケートね、あの専門文アンケートね、久保さんの方にも届いてっぽいんですけど、これね、ネットビジネスを知ったのは2004年でしたっていうね、いましたよ。はい、今、2011年ですよね。16年。<laughs> え、ちょっと待って、10、10ん 15, 16 15年、16年か ?2006 年ですよ。ネットビジネスを知ったのは。どうですかね。うん。で、いまだに、あの、結果が出てないと。これもしね、まあ、このメッセージにも書いてありました、アンケートにも書いてありましたけど、まあ、ここ、まあ、ぶれずにね、これ、やっとけばよかったなっていうのは書いてありますよ。まあ、そりゃそうですよね。 16年、15年、一点集中やってて、結果が出ないってことは、まず、僕からするとないんですよ。ちゃんと正しい方法を学んでね。正しい方法を学んで改善して、15年ぐらいやりましたと。これで結果が出ないってことは、まず考えられないですね。で、なんで考えられないかっていうと、僕自身も、なんだ、あの、それぐらいの時間をかけた結果できるようになったんで。うーん。麻雀店のね、 何も右も左も分かんなかったマージャン店のおっさんも3年で奥ですから久保 <laughs> さんどうですかねこれ15年一点集中して思考改善して前に進んで日々やって稼げないってことあんのかなすいません僕はないと思います申し訳ないですけどあなたはあると思うかもしれないですけどねそれは自由ですけど <laughs> 僕はないと思います うん、それは僕も僕自身が証明してるし、えー、あのこのやり取りをしてる久保さん自身も証明してるしいろんなねあのこの前回その奥女みたいなねあのー、僕の熟成で奥稼いだ人出てきましたけどでその方も全く右も左もわかんなかったですからねでここドリアク入って3年ぐらいですか多分ただまあもう12年でまあ100万は言ってましたけどその奥っていう売り上げが去年なんで まあ3年目ぐらいですかドリアカに入って。うん、まあ人生の3年、どうすかね長いですかまあ長いと思う人もいるかもしれないですけどね。でもそこに時間をかける価値は僕はあると思いますけどね。だって3年コンビニでバイトを頑張っても億稼げますか別にいいんですけど三 <laughs> 3年頑張って可能性はありますかコンビニで3年頑張って、一生懸命。 他のアルバイターの人より一生懸命ちゃんとね、陳列やるとかね、無遅刻無欠席でね、ちゃんと、えー、お仕事をすると。3年頑張りました。億稼げますか可能性ゼロですよね。多分。うん。だから可能性があることをに時間をかければいいんじゃないですかね。可能性があることにしっかりと一点集中して時間をかけるっていうことが僕は大事だと思いますね。もうみんな探し続けてるので。 でも結局それ時間がかかってるよねっていう。で、時間は戻らないってことです。今日という、今日やらなかったら今日という時間戻らないですからね。今日何やりましたと。今日、今日も探してるんですか儲かる方法みたいな。今日も儲かる方法を探してるんだったら今日の時間戻らないですよ。うん。やる時間に変えないと。うん。はい。いってらっしゃい。